一応日本文化のあけぼの一文化の始まり括弧2ここでは縄文時代の話です後進性から寒進性に移ってつまり氷河時代から気候が温暖な時代に移って日本の中でも旧石器時代から縄文時代それから栄養時代に移るっていうのがここのタイミングですで何が変わりますかっていうと大きな変化たくさん起こりますよねそれは生えている植物が違ったり 生きてる動物が違ったり、それからもっと行くならば土器が見えてきたり、水道農耕が始まったり、定住するようになったり、まあいろんな変化です。そのあたりをざっと図にしてまとめますね。根本の変化としてやっぱりこの気候変動、温暖化っていうのがあります。気候が温暖になって、先ほども言いましたね、植物層が変化します。生えてる植物が違うってことです。 まあそれは地球を見渡せばまあ容易に理解できることで寒い地域と暖かい地域と生えてるもの違いますよねって当たり前よね。霊帯とか亜寒帯で生えてる針葉樹林とかっていうところからえ暖かくなってくると落葉紅葉樹林が見えるこれはねブナとかナラとかそんな植物そんな木ね。 それから西日本東日本と西日本でまあちょっとした違いが見えます西日本では松葉樹林これはシーとかそんな植物が有名ですねはいこんな違いですさらにさっきも言いましたけれども動物にも違いが見えますどんな動物ですかっていうとこれまで生きとったのは大型の動物 例えばナウマンゾウとかオオツノジカとかマンモスとかこの大型の動物が減ってくるんでしょそして次は中小型の動物が増えてくるなんで大型の動物が減ってくるか、まあ、それは気候が合わんかったっていうのもあるだろうし彼が食べ取った植物が少なくなってきたっていうところもあるだろうね。さらにに旧石器時代の末期に出てくる 石器これを木にはめ込んで「えいやー」って投げる投げやりにして使ってたん、ね、でそういった武器がこの大型動物を追い込んだっていうふうにも考えられてるしまあ何にせよこの大型動物が減ってくるっていうふうに考えられてます。でこの変化に伴ってやっぱりその動物と対峙すするる武器にも変化が見えてくるわけですよね大型動物をどうやって倒してたのかどうやって追い込んでたのか。 ナウマン像を湿地に追い込んでみんなでこう確保したっていう風な話もありますけれどもそこで使われたのは槍とかハンマーですよ槍っていうと戦闘機これは尖った頭の器と書いて戦闘機ねこれを木の棒の先端につけて槍にして使ったそれから石をハンマーにして使ったここから一転してイノシシとかニホンジカ この中小型の動物を抑えるために槍とかハンマーよりも弓矢の方が効果的じゃないってそれから落とし穴とかどうってこうやって戦略的に変化が見えますね。さらに動物っていうのは何も命とか日本史家だけではなくて、えー、我々人類もそうなんよね。 人類にとっても住みやすい環境になったんじゃないかとそれは植物が、まあ、食材としての植物がこう人類にとって都合のいいものが出てきたとかで温暖で過ごしやすいとかっていうところもあるだろうね。人、はい、人類ががが増増ええてきますししかしながら人が増えるとやっぱり食料難しい足らんくないっていうふうになってくることも容易に想像がついてじゃあ彼らが考えたことは何かっていうと大きく2つです。 食材が足りない食料が足りないのであれば1つ目今まで食べられへんと思ってたものを食べれるようにしようっていうのが1つもう1つは食べられへんねやったら食べれるものがないんやったら新しく作り出そうこれがもう1つですね前者の方からいきますね食べられへんものを食べれるようにしよう今まで食べられへんと思ってた 土地とかくるみどんぐりこんなものを煮沸調理してアクを抜いたら食べれるんちゃん土器に水入れてどんぐり栗入れてで煮沸調理しようよで食べれるようにするこれが土器ですねだからこの土器の出現っていうのは人類史におけるインパクトは、えー、めちゃくちゃ大きかったでこれがまあ文化を作ったっていうふうにも考えられるよねだからすごいチェンジやったわけよさらに次 食べるものがないんだったら作り出そうよ。これが水筒農耕の始まりです。弥生時代になって稲作が始まりますね。えー、そんなタイミングです。そしてこういったことができるようになると、彼らの生活はぐっと安定します。だって今月はナウマンゾウが取れたぞ。今週は大角時間が取れたぞ。いや取られへんかったわ。とかってそんな不安定さがないわけよ。 えー、森に行って木の実を拾って食べる食べれるんだからで今日はなかったとかっていうことがなかなか送りえないんだから生活が安定してきます秋には稲,、えー、稲が実って米を食べれるとか、えー、安定性が見られますそしてあちこちに移り住む必要がなくなるんですね大津の時間を取りにマンモスを取りにとかって言って、えー、あちこち テントで小屋を作ってとか、凍結で寝泊まりをしてとかって言って、えー、移り住む必要がなくて、自分たちで耕した田や畑の周りに住む定住が見られるようになります。そして、みんなで田植えをしてみんなで稲刈りをする集団生活が営まれるようになります。もちろんナウマンゾウをみんなで捕獲してみんなで食べた、分け与えたっていうところで集団生活はあっただろうけれども、えー、その こう色っていうのがより濃くなってくるっていうのが、えー、この頃かなというふうに考えられますざーっと図にするとこんな感じですねところどころ細かく見ていきますねまずこの土器のところ見ていきましょう土器は縄文時代をまず6つの時期に分けてでそれぞれの時期に応じた土器を見ていかなければいけません早々期、早期、前期、中期 後期晩期晩こうやって6つの時期に分かれます6つもあるんと思うけれども縄文時代は1万3,000年前1万3,000年前からだいたい2,500年前ぐらいまで続いてる時代だって考えれば1万年ぐらいある時代だから6期に分けてもまだこれ大雑把すぎるぐらいでもまあこの6期に区分しますよと。 でその六期ごとに異なる土器が出てきますどんな土器ですか見ていきますねまず早々期に出てくる土器っていうのが、えー、丸底深鉢土器早期に出てくるのが先手えつまり尖った底の深鉢土器前期に出てくるのが平底の深鉢土器中期に出てくるのがまあ有名なものとして火炎土器これは火の模様の土器ね それから後期に出てくるのが中高土器これは、まあ、注ぐ口の土器って書いてあるようにやかんとかあの急須みたいな土器ですねこれでまあお酒を飲んだみたいなふうに考えられてますよねそれから晩期に出てくるのが亀川岡式土器、まあ、これが特に精巧な土器だっていうふうにされてますよね、まあ、いろんな土器があるんだけれども特徴,し特徴共通していることが2つあって、えー、1つが「 色、黒褐色であるってことですこの黒褐色っていうのはこのあと出てくる弥生土器が赤褐色であるっていうところと区分して黒褐色それから深鉢の土器であるっていうことこれが特徴ですよね。 でなぜ深鉢の土器であるのかっていうことに関して言えばそれは煮沸調理するからねそこにどんぐりやくるみを入れて栗を入れてで水入れてで煮沸調理をするだからこう薄い鉢ではダメで深鉢の土器である必要があったでなんで骨褐色かっていうとまたこの時低温で焼いたからで厚手で低温でだから弥生土器みたいに薄く、えー、赤褐色の 時にはならなかったっていうところで2つの特徴です。で、それぞれの時期に合わせてどんな遺跡がありますかっていうのもセットで教える必要がありますからね。はい。えー、っとこのあたりもう少し行きましょうか。なんで尖ってんのそこってなんで平らになってきたんこのあたりですね。それは彼らがどんなところに住んでどこで調理をしたのかっていうことを考えれば分かりますね。えー、彼らが定住どこに住みましたか。 彼らが住んだのを縦穴住居って言いますよね穴穴住居縦穴住居居っていうのは、まあ、何軒もの4軒とか6軒とかそれぐらいの家が一緒に住んだっていうふうに考えられてますねだからまあ10人20人ぐらいで住んだんじゃないかってこう穴を掘ってで平らにしてでそこに柱をバーン立てて。 で屋根を作るって言って、えー、縦穴住居を作るわけですけれどもその縦穴住居の中心に彼らは牢を設けた。でこの牢で調理をしたわけね。ちなみにこれは古墳時代になると牢ではなくてかまどを縦穴住居の端っこに設けるようになりますね。 ちちょっっとした違いですすすけれどもえそんな風になにりりままこのの話話縄文時代の話に戻りますね、えー、中心の炉でえ彼らは調理をするわけですけれども縄文時代の早々期早期に関しては炉がまだこの中心なかったと。じゃあどこで調理をしますかっていうとこの縦穴住居の外で調理をするね。で外で調理をする際にその外っていうのは まあその辺の辺地面ですよえ綺麗にコンクリートで整備をされてるわけではなくってボッコボコの土やったり柔らかい土やったりそんなところで調理をしなければいけないそんなところで調理をする際に、えー、土器にまあ水を入れてえクリアどんぐりを入れてでその辺にバーン置かなあかんわけとでバーン置くときにこうガッタガタの、えー、地面の上に置くにはブスさせる尖った底の土器の方がいいんじゃないって。 そこが平らな土器やとしグラ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 してしまうじゃあいっそのことを尖ったそこにしてしまって、えー、地面にブスさせるようにした方が良くないって言って尖ってるんじゃないかと一方で前期になってくると、えーえー、縦穴住居の中に炉が設けられて、まあ、中はさすがに平らに整備されてるだろうとだから平底の土器の方がいいんじゃないそんな風に変化が見られるってことです。この 中期になってくるとこの頃がまあ一番安定した時期ではないかって考えられるけれどもえこの頃には火炎のの模模様様しした、火の模様をした時が見える、ね、まあでもこれもこう地域差が見られて新潟周辺でのみ見られるってされてるんだけれどもえ地域ごとにまあそれぞれのアイデンティティがあったんじゃないかと。まあ、それは今も一緒で例えば有田焼とか信楽焼とか。 地域ごとに焼き物があるように地域ごとに土器があったんだとそんな風なイメージですね。さらに時代が進むとお酒を飲むための土器を作ってみたり、えー、中高土器って言ったりねで亀ヶ丘式土器とかって言ってこれもまたいろんな形の土器が見られます。そういう風にのののの多様化がが見え始めるのが縄文時代の後期晩期晩お話ですこういう風に変わっていきますね。以上が土器についてです 続いては彼らがどんな生活をしたのかっていうところをもう少し細かくいきましょうか彼らの生活は、まあ、大きく3つですね狩り釣り拾う。この3つ狩り釣り拾う。教科書の言葉で直すと狩猟漁労採取狩猟漁労採取 狩猟っていうのはまあさっきあったように日本鹿ととかかイノシとかを弓矢で仕留めて食べる。例えばここに使われた弓矢とかハンマーに使われた道具としては道具というか麻生石器やね麻生石器としては石族とか石碑石さじとかがありますね。 石族っていうのが弓矢の先っぽにつけられたものです。石賊。金編に族、えー、って書いて脊で石碑っていうのもうこれ石さじとかって読むんだけれども動物の皮なんかを剥ぐために切ったり剥いだりするための道具として使われますね。次漁老の方いきます。ここでは例えば彼らはマグロとかカツオを取ったんじゃないかと。マグロとかカツオって その辺で取れるもんじゃなくて、まあ、ある程度船で後悔して取りに行かなあかんとどうやらしとったんじゃないってそれは丸木船っていう船に乗ってこれはね木をスパーン真ん中で切ってでくり抜いて作ったような船をでそんなちっちゃい船で取れるんかと思うんだけれどもそんな船に乗って後悔をしとったんじゃないかとそれから網の潮も見えるよねで網のおもりに使われたものが積水とか 土水っていう,ふうに呼ばれます網の塩ねそれから、まあ、釣りもしたよねでどんな釣りに必要なものは何かっていうと釣り針とか森とか必要なよねで釣り針とか森を作るために動物の骨とかえ角とか牙とか骨格器っていうんだけれども骨格器を使って釣り針森とかを使っ作ったりしてましたね これが魚ですえ次拾うこれはさっきも出てきたんだけれども木の実を拾ってえ木の実を食べる土器であく抜きをして食べれる食べれるようにする石皿とすり石を使って木の実をぐっちゃぐちゃにしてで、まあ、食べやすいようにするすり潰して食べるみたいな食べ方もあったようですねえこんな形で狩り釣り拾うの生活が彼らの基本になっていたのではないかというふうに考えられます えー、さらに彼らの生活をもう少し、えー、詳しく見ていくとあと2つの項目ですね一つが広域をしととったんじゃないかとそれは何から分かるかっていうとこの石族の材料になるのが黒曜石っていうよね黒曜石が、まあ、これもどこで取れるかっていうのは決まってるわけよ。でも そこで取れへんやろろううってていうところで出てきたりもするそれから一緒なんだけれどもサヌカイトっていうのとヒスイこれは光玉って呼ばれたりするんだ攻玉はこれあのき、まあ、綺麗な玉ですよねこれを多分アクセサリーとかにしたんだろうねえー、っと装飾具にして使われたと半透明の緑色の石これがまあ光玉ですよ。 まあそれぞれ別物ですけれども、えー、これらには産地があってでその産地じゃないところでも見つかったりするだから交易してたんじゃないってだからあの地域で取れるあの珍しいものが私は欲しいって、まあ、いつの時代も一緒じゃないかと交換しましょうよとかって言ってやってたんじゃないかとそれぞれどこで取れるのかとかっていうことはチェックしといた方がいいですね。えー、黒曜石が取れるののは北海道の白滝とか 岳それから長野県の和田峠それから大分県の姫島熊本県の阿蘇山この辺りを押さえておけばいいかな「カイトで言うならば岐阜県の下呂。 それから大分県のあ違違違う違う違う大阪と奈良の県境にある二条山とかそれから香川県金山五色台ヒスこれはこっちにこ新潟県姫川新潟県西部に流れるえ姫川この辺りで、えー、取れたのではないかと。 でえー、とこんなものが例えば三内丸山遺跡これは青森県の遺跡ですけれどもここからいや北海道とか、えー、秋田県とか長崎県な長野県とかで見れるこの,この辺り、ね、で見える黒曜石が見つかったりしているえつまり青森県で取れへんものが見つかるえじゃあ交易してたんじゃないかえそういうふうに考えられるわけですよね。え彼ららは攻撃をしとったとそれから最後です 信仰精神性の豊かさがあったのではないか、えー、彼らはアニミズムっていう考え方を持っていたのではないかとこれは自然物自然現象には霊が存在するって、まあ、今でいう神道の考え方につながりますよね霊がいるってで例えば、まあ、土偶とかもこの時に作られてますよね 社交機道具が有名ですねあとは石棒とか、まあ、それは生殖とかえ収穫を祈るために作られたものとされてます続けて抜歯をしとった成人の通過儀礼として抜歯歯を抜いたらあなたは成人ですよって、まあ、そんなって思いますけれどもそれから 砂上剣士これはこう人の歯を削るやつですねだからこう歯をこうやって削るんですね。でまあみんながみんな削ってるわけじゃないからこうどうやら集団の指導者が削ってたんじゃないかとか呪、えー、術者が削ってたんじゃないかっていうふうに、えー、考えられてますけども砂状犬視とかをやっとった。 さらに彼、えー、らは人を埋葬する際に屈創で埋葬したえつまり手足とかの関節を折り曲げてで小さな形にして埋葬した、まあ、その理由としては、まあ、分からないとされるんだけれども、まあ、いくつか考えられてて、えー、死体の霊を縛って封じ込めたっていう考えとか母親の体の中にいた時と同じ 姿勢にすることによってまたよみがえってくることを期待したとか、まあ、そんなことが考えられる屈層ですね。えー、こういったところにまあ、彼らの精神性の豊かさみたいなものがあるんじゃないかというふうに考えられますね。はい。えー、っと本当の本当の最後です。縄文時代の遺跡を確認して終わります。先ほどから少し出てますけれども、山内丸山遺跡。これは押さえておくべきね、青森県の遺跡です。 それから亀ヶ岡遺跡亀ヶ丘式土器って出てきましたけれども、えー、これも青森県の遺跡です同じそれからあとは貝塚ですね貝塚押さえておくべきは香取貝塚これが千葉県にある貝塚で国内最大の貝塚です それからもう一つ有名な貝塚として大森貝塚っていうのがありますねまあ、これはま非常に有名で東京の貝塚ですアメリカ人のモースこれが親とい外国人の明治時代ですねえー、北モースが発見した貝塚とされていますはいざっ、えー、と衣装ですちょっと長くなりましたけれども縄文時代について見ましたお疲れ様でした